皆さん、こんにちは。今日は日本の芸能人をご紹介したいと思います。トレードマークは天然パーマーの髪型です。また、老け顔でデビューした当時から顔の見た目が変わっていません。この方は、植田晋也さんです。植田晋也さんは1970年5月7日に生まれ、日本、熊本県出身のお笑いタレント、司会者、 キャスター、俳優です。お笑いコンビ、クリームシチューのツッコミ担当で、相方は有田哲平さんです。コント、山口くんと、武田くんの付き人として、芸能活動を開始しました。当時のコンビ名は、海砂利リ水魚でした。数々のライブ経験をこなすが、コンビ名をクリームシチューに改名後、 コント中止の作家志向な芸風から一転し、バラエティー中心にタレント苦境で活躍するようになりました。伊藤成功に見出され、天才ビットくん、虎の門などに出演、校舎の企画、うんちくを決定戦にブレイクしました。2016年には、天才バカボン、 実写ドラマ版においてバカボンのパパ役に活躍され、テレビドラマで初の出演を務めました。2021年2月、初のエッセイ集、経験この10年くらいのことを発表しました。